はいいいどうもでですす買い物大好きおやじでございます最近はね、あのまあ、健康診断があったりとか、あとはスイッチを買ったためにお金がね、お金を節約してたりっていうのもね、どんどん重なってきてね、あまりがっつり買い物するってことがなかったので、うん、必要な、本当に最低限必要なものをちょこちょこ買うかなって感じだったんでね。 買い物動画を撮るってことがなかったんですけど今日ちょっとねあの普段買わないようなものがちょっとあったので久しぶりにねちょっと動画を買い物動画を撮ろうと思って回しておりますのでよろしくお願いしますまずねこれこれいこうかつおパックハゴロモ米 2.5g×5 税抜きで78円ぐらいかな通風はねカツオがダメなのようん プリン体が高いからね、ダメなんだけど。まあ、全然食べなくて、バランスよく食べる分には問題ないんで、まあ、なんか使うときにね、ちょっと欲しいときあんのよね。うーん。なので、えー、常に常備してるわけじゃないんだけど、なんかもう食べたくなったらちょっと買って、それを使って料理にするかなーっていうところでね、うん、購入してきました。でね、珍しいとこ、これ。ココナッツサブレのあんバター。 ココナツサブレって結構、あの、味とかさ、甘くてさ、軽くて好きなんだけど、歯に挟まるじゃない歯に挟まるっていうか、詰まるっていうかさ。だからそんなしょっ食べないのよ。年に、ほんと、年に1回2回食べるかぐらいなんだけど、これでもパッケージがすごい美味しそうだったから買ってきた。78円です。税抜きでね、行きますね。はい。で今日のね、晩ご飯にね、豚肉。まあ、広告の品ってことでね、 100g で98円。うん、ちょっと安かったんで買ってきたよ。うん、305、288g 分ぐらい。うん。そして、えー、っとい、いつもの定番のやつからいこうか。はい。えー、幸せ届ける、ね、チョコクリームパン。このシリーズも大好きなんですけど、やっぱこういうのにちょっと安かったりするとね、購入するんですけど。 税込み127円から20%引きあ、表示価格だからね、127円から20%引きってことになってますけど、これ美味しいんでね、ちょっと食べていこうかなと思ってます。で、ごつ盛りのコーン味噌。このシリーズね、なかなか美味しいのよ。あのお値段安いから、具材はちょっと少なめなんだけどね、麺も大盛り 90g。 ちょっとがっつり食べたかったらね、なんか、こう、ひき肉とかコーンとかあるんですけど、それをね、あの、プラスして食べるもよしだし、これにね、ご飯かなんか追加して、卵だけ入れて食べるだけでも大満足の商品なんだけど、これがまた今ね、98円まで下がってたんで、この間醤油買ったのよ。うん。なので、今日はね、ミスを買いました。はい。続きまして、これね、えー。サントリーのね、アルプスの点、南アルプス。 天然水ですね。これをね2つ買いました。うん。えっ、ー、と、いつもね、あのー、ケースで買うんだけど、やっぱ天然水ちょっと高いんだよね。税抜き78円だから2本だけ買った。はい。で、これ。エスプレッソね。マントレーニアのね。うん。これは多分昔の動画は結構よく出てきてたと思うのよ。 結構好きでね、うん、ちょくちょく飲んでて、うん、今も好きなんだけどさ、当時はね、当時ってもほんとここ1年、2年ぐらい前までは、ドラッグストアとかスーパーだと98円ぐらいで買えたのが今ね、128円とか118円とかちょっと値上がりしてんのね、もうね、うん。だからちょっと贅沢したい時はこれを買うようにしてる。うん、で、今日はね、108円だったのね、税抜きで、うん。だからちょっとね、買ってみた。この間久しぶりにね、 飲んだら美味しかったからさ味を思い出して買っちゃったわはい続きましてはこちらですねポテチのクリスプのやつねうんナビスコのチップスターじゃなくてねこれね68円で、ね、今安いのよでちょっと買った、うん、この薄塩しかね安くないんだけどはいで68円つながりでね芳醇メロンソーダあこれは69円だったかなうんこれも美味しいんでね買ってきた 期間,えっと、期間というか数量限定なんで、あるうちに買わないとね、ちょっと買えないんで。でちょっと、アーニャちゃん、こっち置いとこはい。ティッシュペーパー買ってきた。<laughs> はい、えー200。税抜きで230円とか40円とかぐらいかな。うん。まあ、買ってきました。ちょっと、アーニャちゃん、落としとこ で定番のね、ネスカフェの無糖、税抜き98円。はい。ちょっと倒れそうだから、この子からいきカラビー、カルビーのカラビー。うん。は刺激辛さは刺激さんっいうのいるのかな、本当に。あ、この人か。見たことないけどな。でもこれね、カラビー食べたことある。うん、たまにだけどね。うん。これも68円だったんで、ちょっと購入してきました。 はい。出ました。いちごのショートケーキね。まあ30、30%引き半額だったらもう結構買うかな、うん。やっぱりそれなりなんだけど、十分ね、とりあえずの欲はね、満たしてくれるのよね。うん、今ね、やっぱり時期だから、ストロベリースイーツ多いね。 うん、やっぱり12月ぐらいから、えー、千葉もねいちご結構有名で3月ぐらいまではもう摘み取りのやつとかがねやるのでねうんいちご私はそのいちご好きではないんだけどあでこれもちょっと長々とってたわほうれん草ちょっと安かったんで買ってきたほうれん草も実はねあの通風コレステロール通風か通風はねあんまり食べすぎちゃダメなんだよね あの、バランスよく取る分にはいいんだけど、だからこれね、なんか、どうしようかなと思って、茹でて、茹でるとその、カギュ、カムだったかななんかがね、ダメで、茹でるとそれがちょっと落ちるから、えー、ちょっと茹でようかなと思ってる。っていうのもさっき、あのー、鰹節買ったんだけど、おひたし。うん、おひたしちょっと食べたいなっていうのと、さっき豚肉買ったでしょ。 ちょっっとと元気をつけようと思って豚肉は B1 だったかな、うん、豚肉自体元気が出る食べ物ですけど豚肉とそしてほうれんそうですよほうれんそうというとねポパイね、うん、ポパイってあるでしょアニメでね、うん、もう元気いっぱいのほうれんそうですよそれをさらにたっぷりのニンニクでね炒めちゃおうとでそれを丼にして食べたらもう元気が出まくるんじゃないかってことでね えー、ほうれん草をね、ちょっと安かったね。普段ね、そこまで買わないの、やっぱり、ちょっとね、うん、持病気にしてね、そんなに買うことないんだけど、安かったっていうのと、ちょっと元気をつけたかったんで買ってきました。そしてもうこれですよ、最後に。もうずっと見えてますけどね、メインの。スパイファミリーのね、私大好き、アーネちゃんです。うん。今季もね、冬、結構アニメがいろいろ始まっててね、いくつかね、面白かったり、かわいいのがあったりするんだけど、まあそれは後日ちょっと話すとしまして。スパイファミリーはね、この間、 2期が終わってしまったんですけど、オリジナルキラキラシール、全10種、1枚入りってことでね、お子様が買え、あ食べそうなね、カレーっぽいんだけど、でもね、これ一応中辛ってことで、これね、148円だったかな、うん、ちょっと可愛かったんで、買っちゃったは高かったけどね、うん、という感じでね、以上でございます。あ、ごめんなさい。はい、ってことで、よいしょ。 ご視聴の方ありがとうございました買い物大好きおいじでしたバイバイ